3年4月6日佐藤秀一夜でございます。まあね、広島県議会議員選挙、あとね、明日明後日、選挙運動になれますけれどもね、本当ね、私佐藤秀一もうね、やっぱりね、情けない思いしたいのはね、広島県がね、やっぱりちゃんとね、県民のね、水と食料をね、守るという立場に、ね、立っていないというところね、これも一つのね、私が言うところの広島愛のね、不足だと思うんですけどもね、まあ、三原ではね、水源地のど真ん中に、広島県が産廃処分場をね、許可してしまいました。ね、で、住民がね、処分許可、処分取り消しのね、行政訴訟とね、差し止めのね、仮処分申請しておりますけどもね、まあ先日ね、高裁で仮処分についてまた不当決定が出て、まあただもともとね、やっぱり湯崎さんがね、許可をしたっていうことがね、責任がね、あるというふうにね、思いますよ。ね。そしてね、規制をね、する条例をね、作ってね、お堅かったね、湯崎さん。ね、そして、ね、県議会の責任、これもね、重大だと思います。結局何が起きるか。ね、広島だけ産廃廃棄物の規制を緩いと何が起きるかっていうとね、広島にね、全国からね、あるいは下手すると世界からね、ゴミを押し寄せるってことですよ。実際にね、三原のね、本郷処分場ね、水源地のど真ん中ですけどね、松本ナンバー。松本ってどこですか？ね、広島県内じゃありませんよね。あの、長野県です。ね、高崎ナンバー。高崎ってどこですかってこと。ね、ね、あそこですよね。群馬県ですよね。まあ、そういうね、状況に、なっていると。ね、どん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 ね、もう、とんでもない遠くからね、ゴミが、広島にね、押し寄せてきてということはね、実際にね、考えないで、これはね、違憲ということですよ。でさ、ね、やっぱりね、水道水源保護条例なりね、環境配慮条例、こういったものは広島県でも早急にね、制定すると。そのことにね、私佐藤秀一ね、しっかり取り組んでまいります。あと、神安の処分場もね、外資が買収してね、巨大化してますよね。で、その中でね、盛り土が崩落するということもね、起きてます。まあ、ほんといい加減な話ですよ。ね。これもう土砂災害対策基本法に基づいてね、知事がね、対処すべきだしね。まあ、ほんとね、これ以上ね、処分場ね、するなということもね、これね、知事に言っていかないとね、またドーンとね、熱海のようなことがあったらね、もう大事ですからね。まあ、ここはね、もう完全に許可出しちゃってね、もう巨大化してしまってるっていうところもあるんだけど、やっぱりね、被害をね、最小限にね、食い止めるってことがね、神安についてはね、もう非常にね、大事なところになってくるしね。まあ、これ以上ね、またね、また、別のね、浅見屋区でも別のところにも、とかね、神安処分場のね、またすぐ近くね、まあ、隣のなんつう、まあ、安東あたりの上の方にまたね、処分場もね、計画されています。こういったものもね、しっかりね、適切なね、規制をしていくっていうことをね、していかないと、ほんとね、広島がね、日本のね、ゴミ箱に、ね、なってしまうと、いうことに、ね、なってしまうのでね、本当にね、頑張って、いかなきゃいかんというふうに私は思っています。今日はね、カープはようやくね、勝ちましたね。阪神タイガースに3対0で勝ったというかね、初志望しということでね、まあほんとね、良かったです。まあこれね、私もね、少しね、枕を高くしてね、寝て、そしてね、明日ね、またね、活動ね、頑張っていきますんでね、ぜひね、皆さん、よろしくね、また、お願いします。また明日もね、朝目のよくどこかでお会いいたしましょう。それではね、失礼いたします。